あんなに帰りたがっていた自分のうちへ、千恵子は死んで帰ってきた。10月の深夜のガランドなアトリエの小さな隅の誇りを払ってきれいに清め、私は千恵子をそっと置く。この一個の動かない人体の前に、 私はいつまでも立ち尽くす。人は屏風を逆さ,さにする。人は食を灯し功を焚く。人は知恵子に化粧する。そうして、ことが一人でに運ぶ。